佐藤すみかです。今から疲れた時にはこの食べ物をお伝えします。最近ですね、以前はもう平気でできていた仕事や動作がもう辛くなってきたな、すぐに疲れてしまう、こんなにストレスの多い日々です。心もそしてお体にも負担がかかっているんですね。そんな中、なんとか頑張ろうと栄養ドリンクなどを毎日飲んだり、そしてまた頑張る日々、こんな状態になっていませんか？実は疲れた時ほど体が血糖値を上げようとして、この血糖値が急上昇するようなものをこう食べたくなってしまうんですね。栄養ドリンクがまあ良い例なんですけれども、この血糖値が急上昇することでこう元気になった気がしてしまうんです。ところが体にとってはかえって負担がかかってしまって、逆に疲れやすくなってしまうんですよ。こんな時は血糖値が緩やかに上昇する食べ物がおすすめなんです。例えば玄米、大麦、そしてお蕎麦であったり、大豆食品、あとヨーグルトなどがそうです。そしてゆっくりよく噛んでいただくことで、さらにお体に負担をかけずに済みます。このような血糖値を緩やかに上げてくれる食品を低 GI フードと言います。糖質の吸収が緩やかになることで、この糖質を脂肪に変えるインスリンというホルモンの分泌を抑えてくれるんですね。そのため太りにくくもなるんです。では逆に血糖値をすぐに上げてしまう食べ物、それは白米ですとかパン、あとお餅、じゃがいもなどなんですが、お酢や食物繊維などを一緒に摂ることでこの数値を下げることができます。ですから例えば酢の物ですとかを組み合わせて工夫していくのもいいでしょう。あなたもこの低 GI フードを上手に取り入れて、疲れをため込まないようにすることで本来の元気な体を取り戻してくださいね。このお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。